朝霧源のジーマーでゴイスレディオ、リスナーのみんなお疲れちゃん。今日の質問メールは石神村のスイカちゃんから。源のマジックはどんなことができるんだよ。なんでもできちゃうよ。コイントリックとか生体模写、ああメンタリズムで、女子が大好きな占いもね。あと誕生日当てたり。ああ、俺宛にメール、心理本は超絶ゴミだったがな。ってこれ絶対千空ちゃんどいひ。次回ドクターストーンザ・トレジャー、いやーそそっちゃうよね、ジーマーで。